この13日からプロ野球も再開しますので、阪神、巨人、ヤクルト、この三つどもえの後半戦を占います。それではゲーム差を確認しておきましょう。1位が阪神、2位が巨人。この巨人と阪神の差は2ゲームですね。そして3位はヤクルト。ヤクルトと巨人の差は 0.5。 まさにヤクルトから見ても首位へ 2.5 ゲーム差です。4位の中日はヤクルトに10ゲームも引き離せておりますので、まあ、中日のことは後でちょっと触れるとしてもですね、この上位3チーム、おそらくクライマックスシリーズはこの3チームで争う。またペナントレースもこの3チームのどこが優勝を勝ち得るか。まあ、阪神は巨人に2ゲーム差と迫られましたけども、やはり前半戦の立役者といいますか、ルーキーの佐藤輝明、この存在は大きいですね。まあ首位の原動力と言ってもいいくらいです。それは青柳投手とか、頑張ってますから、怒られそうですけども、でその佐藤輝明選手、この後半戦活躍できるかどうか、その可能性をちょっと見ますと、今現在84試合終わったところで打率は2割6分7厘、ホームラン20本、そして三振が121三振なんですね。まあ将来の三冠王候補と言われるくらいですから、私が言ってるに過ぎないから言われるくらいですから、まあ将来を見越してこのままでいいのではないかという意見も多数あるかと思いますけども、ところでヤクルトの村上選手が2年目にブレイクしましたよね。まあ、しかし三振数も180ぐらいしてたかな。でもその時のヤクルトは下位のチームであったからですね、村上選手のその三振数も気にならずに、まあ、一部気になったり人もいますけども、気にならずに長打力を優先してですね、そして大きく育てようというね、ヤクルトの育成を強く感じました。しかし今首位にいるチームです。三つどもえになった優勝争いに今のままでいいのかどうか、まあ将来大きく育てたいのであれば現在のままでのびのびと、やらせてもいいかと思いますけれども、まあ、このままでいくと三振数も180ぐらい、もっと超えるかもしれない。まあ、ホームランは今20本ですから、30本を超えると、新人で30本を超えたら、今までの記録は31本だったかな、そういう意味では立派な数字に違いないんですが、佐藤輝明選手は阪神の優勝への鍵を握っております。だから少しでもコンパクトに、そしてチャンスでは勝負強く後ろにつなげるような、そういうバッティングも大事な試合には必要となってくるに違いありません。かつて、広島阪神で活躍した金本選手が、意味軸も言ってたことを思い出します。金本選手はグリップエンドまで詰めて長く持って打ったことはない、一度たりともないと。少しでもグリップエンドを少し上げて、そして確実性も追求していたんだと、そのような話を聞いたことはありますけども、佐藤輝明選手は常にもう長く、小指がもうこう外に出るくらい長く持って打ってます。王さんでもこう短く、このぐらい指2本3本短くこう握って、常にこういう握りで
試合に臨んでおりました。長嶋さんでもこのぐらい短く持ってました。時にはもっと短い時は、長く持っててもススッとこうやって、短く、打席の中でする時もありましたね。こうしてね、で多少短く持つと何がいいかというとですね、バットのヘッドが遠回りしない、バットのヘッドが落ちないで、そしてコンパクトに打球を打てるという、そういう良さがあります。今佐藤輝明選手は長く持ってこうやって振り回しておりますけども、まあ、豪快なスイングには見えますけれども、心配なのはこう手首を痛めたり、そういう危険性もはらんでいるんですね。ただ佐藤輝明選手はチェンジアップとか、非常にこうスライダーとか、ツーシームとか落ちるボールに対して非常に膝が柔らかく使えますので、こうついていく、泳がされてもバットのヘッドが後ろに残ってて、これがこう出てこない、後ろに残ってて、そしてボールを拾って、ホームランする時もありますけれども、やっぱり速いボールにはバットがヘッドが落ちたりしてですね、どうしても空振りの三振が多い、まあ、少し確実性を貢献度をやはり増やすには今のような工夫が必要かなと思います。まあ来年になれば三振数も減ると、村上選手もそうですよね、3年目になると三振も減ってきましたよね。おそらく佐藤輝明選手も三振数はやはりこう減ってくると思われますけども、やはり今阪神はトップ争いをしております。そういう時にこのままでいいのかなとやはり危惧してしまいます。で阪神の先発陣を見てみましょう。まず青柳投手が8勝2敗 1.79 の成績ですよね。そして秋山選手も7勝4敗、防御率は 3.32 ですか。ガンケル投手、そしてルーキーの伊藤将司投手、左のね、それから西投手、ちょっとこのところ勝ち星に恵まれてない、4勝6敗 3.19 の防御率。まあ今年は先発投手陣も非常に頑張ってると思います。後半戦の鍵はやっぱり中継ぎ、抑えの投手はスアレスがおりますから、中継ぎの投手にもう一人二人頼りになる投手が出てこないかなと思います。今は左の岩崎投手が非常にセットアッパーや中盤でリリーフとしてここぞという時に非常にいい成績を上げております。オリンピックでも頑張りました。その岩崎投手に、やはりこう後半戦負担がかかってくるであろうと、それを補う一人二人リリーフ投手が必要ですよね。まあ藤浪投手はリリーフに回ってますけども、まだやはり大事な試合では信頼がやっぱりできにくい。そういえばアルカンタラ投手も言いましたよね。非常にストレートの回転が、藤川さんも褒めておりましたよ。その回転力、僕に近い素直な回転をするというようなことで褒めておりましたけど、まあ、アルカンタラ投手も中継ぎで頑張れるといいですよね。それから中継ぎというかセットアッパーというか、それから若い馬場投手もですね、安定性が出てくればですね、岩崎投手とともにですね、活躍が期待されるはずです。そうか、岩崎投手、アルカンタラ投手、馬場投手いるじゃないですか。さて2位の巨人です。2ゲーム差で追ってる巨人、前半戦は高橋優貴投手が9勝、そして戸郷投手が8勝、菅野投手の離脱をこの若い投手がカバーしてきました。そしてアメリカから
山口投手も戻ってきました。まあサンチェス投手とかまあおりますけども、やはり前見監督の原監督はこの後半戦に巻き返してくるのであろうと思います。巨人ファンはみんなそう思ってますよね。そこで前半戦のように6回あたりからですね、左の高梨投手、大江投手、先発陣の中ではサンチェス投手、そしてメルセデス投手、メルセデス投手はドミニカ共和国の3位銅メダルに非常に貢献したピッチャーでした。しかし原監督の考えるこの巻き返しです。それはやはり6回以降のやりくりにありますよね。オールスター前の何試合かこのリリーフピッチャーが崩れたことがあります。果たしてこの後半戦、高梨投手、大江投手、そして右の鍵谷投手、そして桜井投手、そして中川投手も復帰間近だと聞いております。まあギリ言って外国人のビエイラ投手、デラロサ投手も含めてですね、この投手たちをやりくりしてやりくりして、そして前半戦勝ちを奪い取ってきました。果たして後半戦もこの投手たちが、リリーフ陣が崩れずに頑張れるかどうか。時にありました、高梨投手が一人のバッターを抑えにかかっている中で急遽交代するというようなことが前半戦2度ばかりありました。そのような采配もまたやはり見られる可能性はあります。まあ、そういう意味ではこのリリーフ陣は免疫がもうついておりますから、まあいつでも準備可能だと思って控えているに違いないと思います。まあ、しかし、大変なのは、投手コーチですよね。ブルペンコーチも、それからベンチに入ってる投手コーチもその辺の呼吸が乱れないことを祈るばかりです。宮本コーチ、桑田コーチ、頑張ってください。まあ打線の方は丸選手も3番に戻ってきましたし、4番の岡本の選手は今ホームラン27本ですが、1位が岡本選手27本、2位が村上選手26本、この辺しのぎを削っておりますけども、山田選手も25本打ってるんだ。坂本選手も、オリンピックで、2番バッターとして活躍しました。チームのためにバントも厭わず成功させました。2番坂本は変わらないと思いますけども、気がかりなのは何度も言うようですけども投手陣かなと。そして3位のヤクルトです。42勝32敗、10貯金してるんですよね。そのヤクルトが巨人を 0.5 ゲーム差で追っております。阪神まで 2.5 ゲーム差です。ヤクルトの投手陣はゲームを作る中継ぎ、このリリーフ陣のピッチャーの中で清水投手、今野投手、そして星投手、ボールの力が非常に強いボールがいくようになってきました。まあ奥川投手も成長の過程を一歩一歩踏んでおりますけれども、抑えのマクガフにつなぐ今野投手、清水投手、そして最近力が出てきた明治大学出身の星投手、大学の時も何試合か神宮で見ておりますけども、やっと
体も少し大きくなって、力のこもったストレートの伸びのあるストレートが威力が出てきましたんで、後半戦非常に楽しみです。なんといってもヤクルトの鍵は対阪神戦、前半の成績を見ると3勝10敗に引き分けです。そして対巨人、4勝7敗1引き分けです。このヤクルトの上を行く巨人戦、阪神戦、少しタイに持っていけるようなことになればですね、ひょっとするとヤクルトの優勝もあるかもしれません。そしてこの阪神、巨人が星の潰し合いをすればするほど、ヤクルトにはプラス材料となってきます。そして4位以下の中日、広島、DeNA、 この3チームがいかに阪神戦で星を奪うか、巨人戦で星を奪うかというような展開がありますと、ますますヤクルトに浮上の芽が出てまいります。こういう話をしているとますますプロ野球が待ち遠しい、後半戦が待ち遠しいという気持ちになるもんですね。冒頭に申しました中日ドラゴンズですけども、果たして後半戦、ヤクルトまで10ゲーム差ですからね、追い上げるためには、奇跡でも起こらないとなかなかこの差は埋まらないと思いますけども、数字を見ると防御率が 3.31 でセリーグのトップなんですよね。そしてマルチネスも戻ってきましたんで、又吉投手を含めて後ろはしっかりしてきました。防御率の 3.31 に比較してですね、得点率、これが1試合平均 2.89 なんですよ。3点取れてないんですね。チーム得点率が 3.5 ぐらいになればね、4とは言わないです、 3.5 ぐらいになれば優位な戦いが望まれますけども、打線の奮起ですね。高橋周平選手、京田選手、そして根尾選手、大島選手、含めて木下捕手、阿部選手ね、堂上選手ね、もちろんビシエド選手ね、福田選手、福留選手、みんな期待しております。このチーム得点率 3.5、 これを目指して上位を伺えるようなチームになってほしいものです。今日はプロ野球の後半戦の行方、セリーグ編としてですね、阪神、巨人、ヤクルト、この三つどもえの後半戦を予想してみました。13日からの後半戦が楽しみです。ではでは。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。